はい、1月14日日曜日、石内丸山スキー場です。時刻は12時を回ったところですね。見ての通りですね、すごい、数のお客さんですね。で、今新しくできたペアリフトに乗って撮影をしています。もうこれ何もかもピカピカで、なんかそれだけでちょっと気分が上がりますね。もう誰もここ目もくれずですね、やっぱりゴンドラですとかね、シート、ヒーター付きのシートを何乗りの8人乗りかなのリフトをめがけて滑っているんですけど、私は誰も並んでいなかったこの、前から乗りたかったこのペアリフトに乗ってですね、今撮影をしています。で、朝からですね、ずっと滑っているんですけども、いや、ものすごく混雑してますね。多分今年というか、今シーズン始まって以来の、グッドコンディション、そして天気もそうなんですけどもね、雪質も、降ったばかりですのでね、積もりたてのフレッシュな雪を今皆さん楽しまれているというところで、朝早起きしてきたんですけれども、もう駐車場がすでにもういっぱいでですね、今シーズンかなり増設、100台もう200台近く止められるようにですね、なんか増設されたということで、ホームページにも載っていましたけれども、無料の駐車場ですね、私行ったんですけども、8時半くらいだったかな、もうパンパンでですね、なんとか、止められた感じなんですけど、でリフト待ちがですね、ゴンドラより上のリフトがですね、9時近くになって、一斉にスタートをしたということで、それまで、リフト、あ、ゴンドラ、あ、下部のですね、より下のおー、コース、リフトがかなり混雑しまして、私も今シーズン、2回目なんですけどね、今日こそは頂上に行こうと思ったんですけれども、あまりのリフト待ちの長さにですね、ちょっとテンション下がってしまって、このようにですねリフト待ちがないようなところ、何箇所かありましたので、今そこをずっと回しているというところですね。はい、またあの機会で、平日もですねあと何度か来れるかと思いますので、その時にまた山頂ですね、行きたいなと思います。山頂に上がらなくても本当に景色がですね、良くて、皆さん記念撮影してましたし、口々にですねどこからともなく今日はいいねと、今日当たり日だねみたいな、なんかそんな会話もですね朝聞かれましたね。はい、ということで今日の石内丸山スキー場の様子でした。以上。